戦国武将板垣信康公、信康公はですね、ちょっとお話をどこでしようかなっていつも思ってたんですが、やはり、田中の板垣なんだと言われていたこの駿河の城代でありましたんで、駿河田中城下屋敷、こちらで話を簡単にさせていただきます。田中城主としてもちろん入ってたんですが、まあ、城代、まあ、城主、田中城の場合は 城主って呼んでたようです。こちらはもともと武田信玄公が駿河を治めてからですね、いろいろ考えたんでしょうけど、まあ、まず有力な山形、正景をこちらに入れてですね、守らせていたと。当然対徳川、また織田というところなんですが、特に徳川氏に対してはですね、すぐ隣に迫ってきましたので、まあ、駿河といえばですね、東御、高天神城、それと、諏訪原城ですね、そういったあの重要な拠点ももちろんあったんですけども、まあ、ちょっと東御三河方面というよりもこの駿河、まあ、あと後に武田水軍を作りますけど、漁港も持ってたんで、漁港というか水軍の、まあ、今で言ったら清水港ですね、まあ、かなりその海も陸もというところで、まあ、武田家としてはですね、非常に重要な拠点ということで、まあ、後江尻城にあの穴山梅雪を入れているのもそういった感じですよね。まあ、対徳川っていうのももちろんあるんですけども、そんな中でこの田中の城主になったわけですけども、山形正景の方がですね、こちらをあの外れたというか、要するに武田家というのは領国があって、それぞれに、まあ、ほとんどの場合城代と呼ばれてますけど、あの自領というよりも武田家の領地の中の、その一部をあの預かると、要するにお城ごとにその拠点を持ってたわけですけども、それぞれを、まあ、その軍事的なあの領国体制ではなくて軍事的な拠点としてですね、預け置くという感じのものが多かったんで、まあ、ここは田中城主っていうらしいんで城代ではなくてですね、まあ、ちょっと確か山形正景も城主だったと思うんですけども、ちょっとその辺 の城主城代の言い方についてはちょっとまた別に触れるということで、この板垣信康という方はお名前ちょっと聞かない方もいるかもしれませんが、第一期のですね、四天の、領職と呼ばれた板垣信方公の孫になります。つまり娘の子供なんですが、もちろん男子の信成公とか他にもいらっしゃったんですけども、ちょっと板垣家もですね、すんなりその引き継ぎされなくてですね、もうちょっと間があって、まあ、断絶したわけではないんですけど、この、信康公を持ってですね、改めて、120騎の騎馬持ちの、まあ、甲斐武田家臣としてですね、まあ、親族主になりますけど活躍したと。で、実父はですね、小曽氏という、まあ、これも海源氏の一流ですので、まあ、いずれにしても海源氏の血を引いている方が城主になったと、板垣家を継いだということですし、板垣家はその後この信康公のご子孫、つまり板垣信方公のご子孫が、まあ、幕末まで続きますし、現在もあのご子孫いらっしゃいますし、まあ、加賀藩士の話までなってしまうんで、そうそう散らかれませんけども、まあ、この駿河のやっぱ田中城主としてですね、まあ、1570年からですね、武田信玄が駿河を治めていたんですけども、まあ、この時はですね、まあ要するに西を向いてたんで、その駿河を治めるっていうのも、まあ、固めるというのも、まあ、対北条氏もあってですね、あと徳川に対しても抑えの場所ということで、歴代、駿河においてはですね、重要な方を城主城代としていますよね。でそれで成長作戦と、要するに西へ向かうためのですね、布石を打ってたわけですよ。ですからここは非常に重要な場所でですね、まあ、信康公も別に他の戦いであまり名前は出てきませんけど、こちらを守っているというところで、協力していたと。ただ成城作戦、信玄公が亡くなって途中で引き返してますので、まあ、その後はですね、3年後の、長篠の戦いですね、で大敗して、まあ、ちょっと駿河も危なくなってきたというところだったんですけど、まだまだですね、対徳川に対しても武田勝頼公が頑張ってたんで、まあ、高天神城の話はまた別にしますけど、まあ、拠点をいくつか持ってたというのもありますので、この駿河の田中城、それと、東御のですね、高天神城、それとあと諏訪原城とか、そういう大きな拠点をまだまだですね、維持できてたんで、対徳川織田に対してですね、これからという時だったんですが、1582年に、武田家が滅んでしまいましたので、ちょっとそのどの時点でですね、まあ、ここ田中城はですね、結果的に最後は依田信繁と話してますけども、開城するって形になりますので、その以前にですね、依田信繁と変わってるらしいんですけども、何年何月というのはちょっとはっきり、してないんですけども、まあ、美濃の方に移って
たんじゃないかなっていうこともあるんで、まあ、ちょっと最後、上安港がですね、最後いたのは箕輪の方だったと思いますので、西小漬ですね。だからこちらの支配の方は途中で終わっているということになりますね。はい、板垣信康公でした。